こんにちは、まいです。今回は私のふるさと日田のグルメをお送りします。日田はグルメの宝庫で素晴らしいお店がいっぱいです。魅力あふれるお店の中からいくつかピックアップしてお送りするので、ぜひ日田を訪れた時の参考にしてみてくださいね。それでは最初のお店から行ってみましょう。と祖母と焼きそばを食べていきたいと思います。まず豚骨スープが来ました。とってもいい香りがします。一口餃子が来ました。美味しそう。あ、なんかかっこいい。他の焼きそばさんよりも豚骨っていう感じで、とっても濃いのが特徴的で美味しいです。焼きそばです。美味しそう。ソーフレンの焼きそばは鉄板に入ってるのが特徴で、ずっと冷めずに食べられるからさらに美味しいです。母は紅生姜を取っています。入れたら断然美味しいですよね。私も紅生姜入れました。これがソーフレンの焼きそばです。あとお願いします。はい、じゃあ食べます。いただきます。パリパリで、お休みサクサクとマッチして美味しいです。ちょっと紅生姜も混ぜて食べてみます。うん、やっぱこれが美味しいです。味がしっかりついていて美味しいです。はい、今日もやってきました。お好み焼きいちじくです。お昼ご飯を食べようと思います。やっぱランチはここやね。ね。今日は何の具にしましょうかね。シーフードは食べたいな。うん、はい、どうしましょう。シーフード食べたいよ。シーフード食べたい、ね、もち明太も美味しそうだけどね。いつもの工夫も気になって。確かに挑戦する価値ありやと思う、ね、いや、もういつもの工夫にしてみよう。うん、オッケー、うん、焼きが来ました。ジュージュー言ってます。上のアサリも美味しい、ね、ビスマルク風がやってきました。これ卵が見えんうちにこっち食べた方がいいです。はい、今日は家族で板谷本家でうなぎを食べます。日田のうなぎを食べるのは主人は初めてということで、ちょっととても楽しみにしています。じゃあ入っていきます。美味しい。はい、あ、一緒です。すいません、本当前に着いた。うん、今からせいろ蒸しが来ました。来ますよ。はい、
照りがすごいね。ねえ、美味しそう。ありがとうございます。こちらはうな重です。わー、綺麗。ねえ、輝いてますね。いただきます。これ何が入ったんっけ？うなぎの肝が。肝水。うん、うなぎの肝が入っています。じゃあいただきます。うなぎの箸を。どうですか？落ち着くね。しよう。うん。ハンカチから。大丈夫。肉じゃないし大丈夫。おいしい。どうですか、初めての下のうなぎは。めっちゃ美味しい。ねえ、うな重も美味しいです。美味しかったです。ごちそうさまでした。うちもごちそうさまでした。板谷本家さん、ありがとうございました。とっても美味しかったです。ここから福岡に帰ります。けんちゃんうどんにやってきました。やってきました。ずっと来たかったんですけど、やっと来れました。ちょっと後乗りになってるので、麺は終わりましたって書いてるんですけど、ギリギリ食べることができましたので紹介させていただきます。行ってみましょう。行ってみましょう。結構売り切れやね。なす卵うどん鍋焼き、まあ、じゃあこれ、うん、鶏卵うどん、うん、スイカ、うん、トッピング、うん、何もなしで大丈夫。なし。お飲みスイカ、肉うどん一つ、うん、また食べ焼きうどん、これでこれを2つ、ね、じゃあこれでいきます。はい、味おにぎりにする。うん、1111で頼みましょうか。うん、これを4にしたらいいね。うん、5が人気です。ゴムテン美味しかったもんだって。はい、鍋焼きちょっと待ってくださいね。めっちゃ美味しそうやね。うん、けんちゃんうどんやっと来れました。おにぎりも美味しそう。おにぎりも美味しそう。まずはスープから。お塩が辛そう。すごい透き通ってます。あー美味しい。甘辛い。甘辛い、うん、優しい味です。まずはじゃあ割らずに一旦麺をいただきます。柔らかそう。うん、長い。長い長い。めっちゃもちもち、もちもち、もちもちつるっとした感じ。へえ。卵をつまめたね今。つまめた。色がいい。いい色になりました。卵を絡めた感じ。はい、わかりました。大丈夫？落ちないよ。いいですよ。すごい。いい感じやね。これは美味しそう。お二人は鍋焼きうどんを食べています。鶏肉、うん、鶏肉バージョンやね。牛肉にしてもいい。ね、もうなんか柔らかいのがわかるよね。じゃあおにぎりもちょっといただきます。鍋焼き好きだな。おにぎりも美味しい。で美味しい。魔法の唐辛子。辛いのちょっと入れてみます。こんな魔法なの。うん、
お店ちょっとに構えない。オクラにしてみます、うん、あった。ご視聴いただきありがとうございました。今回紹介したグルメ以外にもたくさん魅力的なお店があるので、またの回にお送りしたいと思います。それでは今回はここまで。次回の動画でお会いしましょう。